はい、ちょっと亀の水とか、はい、ちょっと凝らしていただきましたね。明石市です。ちょっとどんな水か、明石でそんな水湧くのかどうかちょっと分からないんですけど、ちょっとね、駐車場はもうここに止めなしゃあないと思うんですよ、ね、だけどちょっと今いっぱいやからね、ちょっとでこんな突っ込んでいかれませんのでね、60分200分か、何あの寺やろ、あの寺やろ、寺もちょっと良さげやな。さっさと組んでね、はい、天文学科ですね。そのなんか西側で当たるんですか、これは。ちょっとこれね、車入ってくると難儀ですよね。この道路では3.5 メートルが何や書いてあるの、亀の水、はい、月照寺さんの水かな、これ。冷静やる、冷静のごとくなんたら、礼儀あらたかだな。あ、柿の本神社もこっちから行けるの、ね、亀の水、漢文をね、1600年から流れ、長寿寺は日立の国のなんとかね、記事された水は亀の水、今日4年に使いましたか。なんかこう気に残んながらね、はい、亀の水をちょっとしていきますね。今日はまあペットボトル1個やね、はい、よいしょ、こんなとこからもう漏れる距離、はい、ちょっと表していただきまして、ねえ、入れます。亀がね、亀見えますか、ちょっとサクサクみたいな下やと見にくいね、こっちか、あ、こうか、よいしょ、シートワークしびれてるわ、はい、何度かかんとか入りましたね。亀こんな感じですよ。ちょっと咲きました、映していくよ、はい、ちょっと水も入れてます。まあ一応皆さんの前で射撃してくださいね。今は私は別なり、そんな感じでね、ちょっとショート動画みたいになりましたけども、今日はね、亀の水ですか、明石ですね。よろしければね、柿の本神社とか、明石天文学館から近いですよね。
まあ、ちょっと車突っ込んでこれないですけどね、よろしかったらまたお立ち寄りいただいたらいいかな。ね、面白かったですよ。はい、それではまたね、次の動画でお会いしたいですね。よろしければチャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。本日もありがとうございました。はい、こんにちは。これって飲めるんですよね。あ、飲めますよね、生そのまま飲めますよ ね、 すよね。はい、ありがとうございます。あの人のバイトもすくみ来てますね。はい。